はい、はい、毎度大林でございます。ラジオ動画2本目、はい、30分撮りの後の30分やるんですか、はい、いやいや、もうこれはね、もう一般のね、一般の普通の人に俺は伝えたいことがあって、はい、あ、何ですか。いやさ、この間、まあ、あ、さっき言っときます、1ミリも車関係ないけんな、はい、ラジオ動画車関係ない、はい、車関係ない。で、何を伝えたいかというと、あの副業をガンガン進めてくる今のこの世の中は全て罠だっていう話をね、しようと思うんですよ。最初にまとめを言うんですか。え、あ、だって最初にまとめを言わんかったらアホがわからんっていう話をされて、大丈夫やん、これは。え、俺はちんたらちんたら聞いて、はいはいはい、何を言いたいのかなを推理するためのラジオ動画なんで、うんうん、まあ確かにそうなんですよ、はい、でもまあね、まあまあ初心者向けにしておきましょうこれはね。そうですか、うん、あ、ほんでね、いや、なんかあった、そう、なんかあったんや、うん、あの、いや、うち一応まあ、あの、ずっとあの求人はね、お、出してますね、まあ、それなりに出してるんですけれども、まあ、あの、まあ、正直あの何人かね、面接には来てくれたりとかしてるんですよ。お、まあ、いろんな携帯でちょっとまあ出していて、まあ、どれが一番その、うん、まあ、その人に合うかも分かんないんで、うん、まあ、例えばもちろん正社員でも出してるし、はい、まあ、あとはその例えばじゃあパートタイマー的な感じでのやつでも出していて、はいはいはい、これがね、パートタイマー的なやつが結構ね、応募が多いんですよ。あ、そうなの。はい、がっつりじゃなくて。がっつりじゃないです。うーん、で、あ、そうなんやって思いながら、うん、まあちょっと、まあいろんな話をね、で、この間ちょっと知ってる子が、うん、あのちょっと、まあ、あのパートタイマーというかバイトをまだ募集してるんだったらちょっとどうすかねっていう話をしに来てくれとって、どうしたんって言って、で、その子もともとそのディーラーで働いてて、ほんで、まあ、あのそれを辞めて、で、まあ、今あの3交代ぐらいの確か工場系のね、あのお仕事をされてるんです。だけお前でもそんなバイトする余裕があるんかもそうやし、そもそもバイトがいるんかっていう話を、まあ、最初にまずそもそも聞きとったんですよ。だから、まあまあ20代半ばぐらいなんですけど、まあまあ手取りがね、何ぼって言ったっけな、10後半。え？え？3交代でね、夜勤とかもあってね、夜勤で、夜勤とかもあってね、まあ、ずっと夜勤じゃないらしいんやけど、うんうん、まあ、交代こうな、な、まあ、ローテーションこうしながら、ボーナスがごっつい、いや、それもまあ、まあ、それなりぐらいって言った。へえ、そんなことあります？生きていけろん。いや、ほんとしかもそうやつな、うん、子供もちゃんと3人だから、もうマスオさんになるよ。ってなるやろ。で、奥さん今育休中。はあ、ってなるやん。普段は2馬力なの。普段は奥さんも、うん、まあ同じかぐらいは稼ぎるらしいんやけど。夫婦で30ちょいぐらい。ちょいぐらいか。はあ、まあまあいけるわな。まあまあそれやったらまあな、どうにかこうにかっていうところやと思うんやけど。うん、で、まあ。ね、あのお家もあるので、それのローンの支払いもございますし、おで、まあ、なんやかんや、うんやかんやみたいな、お、はい、まあちょっとね、あの詳細はあの、はい、ちょっとぼかすためにこうちょっといろいろあれしてますけど、あ、まあ大変な状況なわけですよ。 お前さんそれめっちゃ大変やなと、うん、で、ちなみにその会社におったら昇給はするのかねと、うん、まあ、例えば、まあ、言うて今中途で入ってのね、何年目かなので、だから、まあそれでまあ低いのかなって言って、ちょいっとは増えてきますけどみたいな、そんなぐんとは増えないですと。まあそうでしょうね、工場勤務とかだったら、うん、よっぽどこう大抜擢されて、うん、上役にでもならん限りは、で、まあ、言うてそうなんですよ、あれでしょう、そう。で、なんかその業務内容とかそんなんを聞いてたら、うん、まあそのなんか、まあなんやろ、まあ、めちゃめちゃこうなんか技術的にいろいろ覚えないかんことがあるっていうよりかは、はい、まあその本当にこう ルーチンの、まあ、作業をルーチンでこなすっていう、そうそうそう、こなしていくっていうやつなんですよ。うん、そうなんですよ。でそうなると、まあ多分なかなかお賃金もこう、まあ、増えてはいかないじゃないですか。まあというか、うん、その作業を代行するロボットが、うん、できた瞬間に終わる職業でしょうね。だからもう最近よく聞くのが、うん、3交代あった例えば会社さんが2交代になるとかね、うん、あ、
まあまあ生産量自体が減っちゃったとかいうとこもあるし、いろいろね、ロボット入れたとかな。そうそうそう、うち知ってるとこなんかだと、うん、そのまあマシン化したことによって、まあそんなにいらねえよねってなって、うん、まあ2交代になって、で、まあ夜勤帯がなくなって、はいはい、でそうすると自動的に夜勤手当がなくなって、なくなるんでね、はい、そしたらもうあの手取りがもううんと減るっていう。まあとかね、働き方改革で残業をやめましょうもんね、いっぱいあるから、今まで残業で稼いでた人たちが、そうそうそう、はい帰んなさいって、はい終了、いやいや飯食えんしみたいな、そう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 、ありますあります、はい、ってあるんですよ本当に、はい、でもほんまはさ、うん、その企業がそれだけの設備投資をして、うんうんうん、生産性をゴンゴン上げる投資をしてないのが問題よね、うん、いやそうだよね、けんその結局物入れるよりも今人使う方が安いっていうことになってるってことだよ、機械より人の方が安いんですね、でまあそれこそほらまあ話があれやけど、あの、まあ、だけん要は結局そのまあ一応そのブルーカラーなんやけど、はい、ホワイトカラーなわけや、その子はな、ね、なら結局機械化してしまったりとか、うん、そういう極端な話、もうちょっと若くて息のよくて、うん、まああんまり払わんでええやつって言った言い方は悪いけどが、まあそうなりますよね、できてきたら、うん、もうじゃあそいつでいいじゃないってなって、うん、自動的に置き換わる可能性がそうでしょうね、あるということなわけよ、本来はさ、そういう機械設備を入れて、うん、投資をして、うん、生産効率が上がった、うん、上がるマシンの、うん、まあ、例えば自社メンテナンスとかね、そういうオペレーター業務とかでちょっと高度化してスキルを身につけてやっぱ高めていくべきそうなんやと思うよ。そうなんや。でまあそのこと話しょって、だから、うん、まあもうお前が別にどうでもええ知らんやつやったらここまで言わんけどって言って、うんうん、まあ知っとるやつやけんちょっとこう言うけどのって言って、今20半ばやろがって言って、うん、もうあの、うん、もうあと数年しょったら転職先もそんなになくなってくるし、まあそうですね、まあ今のところでずっとおった日には、うん、まあ上り調子は見えとりますわと、極端な話言ったようにその機械化が進んだりとか、うん、まあ事業の効率化なんていうことがあった日には、うん、とか生産量が少なくなりましたってなった日には、うん、いつどうなるかわからんのが今の日本でございますと、うんうん、でそうなったらほんまの意味でちゃんとブルーカラーとしての、うん、スキルを身につけてないとワンチャンやばいでっていう話をして、いや俺残念なことになると思うで、いやほんまにこれ、うん、多分その子が分からんけどな、うん、平平ボンボンと30代、うん、40代と来た時に、うん、まあ、あなたの仕事なくなりますんで、うん、じゃあ何ができるの、うん、何が学べるの、そう、まあちょっと遅いわな、だって履歴書にかけることがないんで、うん、まあでも俺らの頃からも言ったけど、やっぱ転職は30代までにある程度こう業種とかね、うん、あの職業なりたいものは定めなさいよと、そうなんよ言ったけど、まあ今でもそうじゃないの、まあと思うんで、うん、なんなら逆にそのまああのちょっと危ういなって思ったのが、今その若い子たちっていうのがそのまあ良くも悪くもその冒頭言ったけど副業のね、まあ斡旋だったりだとか、まあそういうのとかっていう話もあるから、結構ほらなんていうん、こういろいろかいつまんでそれでしのいどる子とかも結構多かったりとかする、まあおるよね、でも本来はやっぱりその稼げるようになる仕事について、うん、その稼げるようなスキルを身につけるまでは、例えばまあなあのなんていうん、お弟子さんでっち奉公じゃないけど、うん、まあ給料は少ないかもしれんけど、まあその後何やろ、まあ独り立ちした時にはもう十分稼いでいけるぞっていうような、まあだったらいいけど、そう、まあこの日本残念ながらこの30年が賃金の上昇がございませんのでね、いやなきゃ、その結局多分自分でその生きていくためのスキルを自分で身につけんかったら、うん、それを例えば会社におったら安泰だってなったら、まあそれはもうなかなかないよね、大企業に就職しとるからって言ったって、うん、いついかなる時にあもう部署なくなるんでとかっていうこともありえるやんか、うん、まあ、だから日本のそのなんていうのは年功序列型 の、 その新卒からの育てていくっていうのがもう多分時代の流れの速度に追いつけん、追いつきてないと思う、
やっぱりジョブ型になっていかざるを得んのだろうけど、だけどそのためにはジョブができる人材でなかったら、そう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 、だから外国なんかは基本その会社に学ばせてもらうじゃなくて、自分が学んでスキルとかね能力をつけてそこに就職してこれだけの金が欲しいよっていうのがまあ本筋よね。本筋やと思うやん。でそれがないんだったら、じゃあ極端な話、まあデッチ暴行の時代じゃないけど、まあとりあえず何いい食住は確保してやるから、お前その間に頑張って仕事を覚えるんだっていう、自分で学んで成長せんといかんと思うね。そういうことだ。ただそれがな、今なかなかあのやれなんや、まあそれこそあの何やったっけな、俺が好きだなあの漫画があるんやけど、あの名前と忘れしたけど、まああのまあちょっとあの上司と部下の、かっこいい上司とね、昔のこう上司さんみたいなのが出てきてこうやり取りをするやつなんやけど、うん、まあ、その中で出とった一つのセリフに、うん、練習はしたくないけど大谷翔平のようになりたいとか毎日ラーメンを食いたいけどスーパーモデルのようになりたいとかっていうやつらが最近多いと。あ、なるほどね、うん、いやいやなめんなよみたいなセリフがあったんやって。そらそうやろ、うん、あの人らがどんだけ努力をしとるか、ね、かと、うん、でもそこってやっぱりそこを見ようとせずにとか、そこの努力はしようとせずに、うん、やっぱりそうなりたい。例えば極端な話、大谷翔平さんぐらいまで努力をすることは無理かもしれんけど、まあプロで食っていけるぐらいやったらこんぐらいしとったらいけるやろみたいな感じなわけよ。いやでもそれすらあれ、ね、そうね、我々一般人からしたらもうはるかにハードルが高い、そうはるかにハードルが高いことなんだよけど、それをなぜか自分はできると思うとはやって、ありえんありえん。もうだからその最近さ、ほら、うん、あの親ガチャとか、はい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 、才能ガチャとかって言うけど、はい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 、そんなん関係ないけん。ないけん。ほんま。いやほんまで。だけいかにその自分の、だけどそれこそな、今日あの近藤さんが、うん、ね、あのリフトだったりあのいろんな塗装だったりお願いしてる人が来とって、はいはい、ちょうど話になったのが、うん、もう。20代の時なんかには戻りたくないですねみたいな話をしとったよ2人で、はいはいはい、でなんでかって言ったら、まあ、その近藤さんももうあの、ね、親方について、うん、もう毎日あの犬のようにこう仕事をしてもうキュン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 言いながらベシベシしばかれて、もうあの朝も昼もないような状態でずっと仕事をして今の状態があると。あ、そうなんや。あれ僕はなんで今日はここにいるんだろうっていう日々が多かったらしいとそれはもうブラックですねっていう病気ですね。そう、でもその代わりその塗装のスキルだったりとか、まあその要は負けないメンタルを身につけるとかっていうのがあるから、今30代がやっと楽しいんですと。なるほどね。だからもうたまにあのなんかこう近い年齢の人とかと会うと、もうあの頃に戻りたいなみたいなことを言う人がいるんですけどって言って、ああおるよねたまにな。どう思いますっていうけ、いや俺も20代はもういいかなって言って。なんならもう10代ももういいかなって言って、そうやな、俺も20代はもう別にええからそうそうそう、今の方が全然ええわそうだけ、それってやっぱりいつまでたってもそこの多分 ある一定の負荷がかかってバリバリやった期間がない人は、うん、多分そんなことを言うんだろうなっていう話をちょうどしょったんや。あ、まあそうかもね。なんかこうまあその話戻すとその副業の話とかになんやかんやなったりとかしてこうとりあえずその今目の前にあるやつでそのお腹を満たすための収入を得る、まあ、これはまあこれでな一つの策なんかもしれんよ。いや俺あのさ副業を推進するっていう、うん、あの、はいはいはい、話を聞いた時に、はいはい、あそうかと、これからネット販売とか、うん、はいはい、いろんなね、はいはい、その別の商売を自分でやって稼ぐ個人事業主的な発想をさせるための副業かと思ったらさ、そんなことないよみんな、うん、まあ、三宅ちゃんとかもそうやけど、うん、そんな今の仕事にまだバイトするんみたいな、そう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 、え、それ副業やけど副え、そっちみたいな。そうで、スキルを磨くための例えばそのとか今後収入が確実に自分の頑張りで増えていくためのやったら、俺これ副業でええと思うし、そう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 、なんなら本業を追い越すぐらいの勢いで頑張るんが、いいものを俺は副業やと思う。そういうチャレンジの意味の副業と思っとったら、うんうん、とりあえず目の前の労働力を使った上にまだ労働力売りに一挙も買えるみたいなね。そう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 、それはちょっとわかんないっすねって言って、うん、だからもうそんなことをするぐらいだったらその来とった子にも、うん、まあ今うちでそのな、まあ、それは
とりあえずバイトをする、それはまあ全然やろうと思ったらできると、ただと、ただぞと、今貴重な時間、この20代半ばの貴重な時間を使ってやる副業っていうのはそうじゃないと、もうお前がまた自動車業界でもう一回頑張ろうと思うけん、ちょっとお願いします最初はバイトでもっていうんだったら分かるけど、そうじゃなくてただの労働力を売りに来るんやったら、俺はお前のこと思ったらそれはよう言わんと、そうじゃなくてって言って、今からもうちょっと本業を上回るぐらいの勢いで稼げるようなことを見つけんしゃいって言って、まあ、本来そうやと思うよ、そうだけどその違う意味になっとるよね、そう伝わらんのかな、分からんけど、でも俺はそういう話をして、なんかこうこの間帰ってって、まあでも何か気づくところはあったと思いたいと思いながらな、そんな話はしょったんですよ。なるほどね、でも結構多い最近、本当に、本当に多いですよ。多いですね、はい、なんでね、多分皆さんの周りでも、はい、そんな話がちらりほらりとか、まあでもな、おるよな、いやでも俺どう、いうせか、でもおったな、あの、ひたすら仕事をした後にまだ新聞配達一挙人とかさ、代行の仕事したりとか、代行したり、そうそう、だけど一番ひどい、そいつなんか、あの、日中の仕事やって7時ぐらいまで残業して、夜代行やって、朝新聞配達して仕事行ってた。お前いつ寝るよほんまに、ほな仕事中寝よったかーってそれおかしくねーみたいな。いやそうなんよ、だけまあ俺はな、できることならその今のその若い世代の人にはその一生自分がなやっぱ食っていけるようなやっぱり技術を磨いてほしいなと思うよ。まあ、技術だったり資格だったり、資格だったりその生きるためのね、より稼げる仕事をぜひね探すべきやと思うけどな、はい、まあ、ということで、まあ聞いていただいたじゃあおじさんたちの方はね、わかりますわかりますと、おばさん、相田さん、私の周りにはこんな話がありますとか、はい、教えてほしいですね。そういうのをね、ぜひコメントで入れててくれましたら、僕ら見ながらニヤニヤしてますんで。そうですね、はい。またよろしくお願いいたします、はい。今日はそんなお話でございました。はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。